親愛なる皆さん、私たちがお伝えするのは創造主からの純粋な真実、無限の愛、そして心の平和です。私たちは皆さんがより高い次元や精神性から得られる多くの恩恵を受け取ることができるよう、私たち独自のエネルギーと神聖なインスピレーションを共有したいと思っています。この奉仕の背景には私たちの深い願いがあり、それは母なる地球とそこに生きるすべての人類を支え愛することです。特に今日、私たちは皆さんの物理的な体をサポートし、皆さんの存在のすべてのレベルでのエネルギーの振動を高めて、その変化のペースを加速させるために皆さんのもとへと現れました。私たちは今、皆さんの消化の道をスムーズに進めるため、そして皆さんの物理的な体がその神聖な自己と調和するための特別な治療法を皆さんと共有したいと願っています。具体的には、皆さんの物理的な体が神聖な自己を完全に体現し、その神聖な存在と等しく、またはそれを反映する形となることを意味します。この均衡が取れていることで、皆さんはこれから訪れる消化のプロセスを容易に乗り越えることができます。これは皆さんがこれからの時代に体験し実現できる準備ができていることを示しています。皆さんが日々持ち歩いている物理的な体は、実は計り知れないポテンシャルを秘めたツールです。これはエネルギーを地上に定着させ、皆さんが自由に表現し経験し、そして創造主の意思を行動に移す手助けをしています。さらに、この物理的な体は、皆さんが保持している不要な荷物や傷、または創造主とのつながりを遮断する何か、そして皆さんと創造主の任意の部分との間に分断を生じさせる要因を感知する能力も持っています。皆さんの体は無数の知恵と知識を内包しており、皆さんの消化に関するすべての要素を深く理解しています。それは常に皆さんの魂と密接に連携しているのです。物理的な体は、ある意味で多くのエネルギーや情報を吸収するスポンジのような存在です。それは皆さんが毎日の生活の中で直面するあらゆる瞬間において、皆さんをサポートし続けてくれます。しかし、皆さんの体が外からのエネルギーや持続してしまう悪い習慣、ネガティブな思考パターンに影響を受け、それらも吸収してしまうことを理解することは非常に重要です。そして、物理的な体の振動が皆さんの魂の振動に一致すると、その体は新たな次元へと進化し、若返り再生することができます。その結果、皆さんは先進的なエネルギーを持った器官として機能します。皆さんの五感は物理的なものだけでなく、霊的な感覚も含め全てが目覚めます。そして、その能力とスキルが全面的に活性化されることで、他の次元を視覚的に捉えること、聴覚的に感じること、そして感覚的に理解することが可能となります。この物理的な体は他の次元を自由に行き来し、異なる次元や現実、振動、周波数間での移行をスムーズに行う準備が整っています。最も基本的な観点から言えば、物理的な体の振動が魂の振動と一致すると、魂が物理的な体を通じてもっと自由に表現することが容易となります。これによって統一感と統合が生まれ、皆さんは地球上で真の神聖な自己としての歩みを始めることができるのです。私たちアルクトゥルス人は、皆さんの物理的な体の振動を高め進化させるための特別な活性化を皆さんと共有したいと思っています。これは細胞治療として知られています。私たちの文明の内部の平面で、私たちは多くの治療法、活性化、効能、そして全てが最も純粋な光の振動、最高の意図、そして創造者の最も神聖な表現から作られています。細胞治療のために私たちは光の細胞を作り出します。
まず、皆さんの物理的な存在をスキャンし、皆さんの魂や存在のすべてのエネルギー体をスキャンします。現在皆さんが持っている振動を認識します。皆さんの魂の振動を認識し、これらの振動を統合します。皆さんの現在の振動と魂の振動をつなげ、それに光を満たします。これにより、治癒された皆さんの物理的な体の側面と、魂の振動という振動周波数が生まれます。このプロセスは非常にクリアで明確です。私たちは他の光を加えることはしません。細胞を作るために皆さんの魂の光を使用します。皆さんの存在をスキャンし、皆さんの魂と治癒された物理的存在が調和している振動の周波数を決定した後、私たちはこの振動をアクセスして、光の細胞を再作成します。皆さんの準備ができたら、私たちは皆さんの周りに、多くのアルクトゥルス人の光のマスターたちと一緒に縁を作ります。私たちはこの光を流し始めますが、この光は私たちの文明からのものではありません。これは直接創造主から、私たちを通して皆さんの存在へと流れるものです。このエネルギーを送るにつれて、皆さんは治癒され、完全な体と存在の振動、そして皆さんの魂の最高の振動を持つ、新しい光の細胞を統合し始めます。私たちはこれらの細胞が、皆さん自身の細胞に固定されるのをサポートします。このプロセスには時間がかかるかもしれませんので、完全に体験するために横になることを希望するかもしれません。皆さんは、全体の体が最も輝かしく、素晴らしい光で照らされているかのように体験するかもしれません。古い傷が消えていくのを感じるかもしれません。新しい理解が前に来るのを感じるかもしれません。細胞治療を体験する中で、皆さんの全体の存在が変わり、変容します。ある種の統合、合成が現れるのです。皆さんの魂の新しい、より高い側面が皆さんの物理的存在にダウンロードされます。皆さんは魂との深いつながりや、魂に対するより深い認識を感じることでしょう。結果として、皆さんの物理的な体は光で満たされ、高い振動を維持するためのサポートを受けることができます。そして、傷や痛みをより容易に治癒することができるのです。物理的な体が皆さんの魂の光を保持することができるので、魂との深いつながりや、魂の具体化を感じるでしょう。私たちは、この変容が現在必要だと考えています。これにより、皆さんの存在から古い習慣や否定的なエネルギー、特に集合意識から、皆さんの存在に固定されている情報が取り除かれます。つまり、皆さんの物理的な体の中に、魂の意識が埋め込まれることになります。これにより、より大きな解放と放出がもたらされ、皆さんの魂の指導に、より容易に従うことができるようになります。私たちアルクトゥルス人の細胞治療への皆さんの関心は、実際の体験への扉を開くだけで十分です。興味を持ったその瞬間に、私たちは皆さんのそばに来て、皆さんの存在全体をスキャンし始めます。その後、皆さんを取り囲み、光の細胞の伝送を行います。このプロセスを最も効果的に受け取るためには、足元から地球への深いつながりを感じることが大切です。足、そして地球の星と根のチャクラを通して、母なる地球へとエネルギーを流し込むことで、現在の瞬間に完全にアンカーすることができます。この治療は、皆さんの中に新しい自由や神聖への覚醒をもたらす、深い変容のプロセスです。しかし、皆さんがこのプロセスに不安や抵抗を感じる場合は、ご自身の内なる声や直感を信じて、進むかどうかを決めてください。時には、今はまだその時期でないか、もしくはこの治療が皆さんに合わない場合もあるかもしれません。消化のサポートや物理的な体のバランスを取り戻すために、
アルクトゥルス人の細胞治療が必要かどうかを心の中で真剣に問いかけてみてください。心からの感謝を込めて、皆さんを心から愛しています。アルクトゥルスより。Thank you.